どうもナムチンです。ユニコーンオーバーロードやっていきます。よろしくお願いします。さあ今日は新しい装備を試してみようと思います。この装備です。精鋭の軍旗、リミットフォースを使えるようになります。このリミットフォースですけども、味方全体にバフをかけます。このバフが敵の数マイナス味方の数で変化します。1人の場合は行動速度がプラス30、2人の場合になりますとさらに防御力プラス 50% で、3人になりますとさらに5ヒットまで攻撃を無効化することができる。意外と使えそうじゃないですか。とりあえずこんな感じでユニットを組んでみました。モラードとユニフィーのペアですね。装備はこんな感じ。モラードが、フーブ・ボレアス、そして英雄のメダリオン、古代の王冠に、狙撃手のアンバーレンズですね。で、作戦はグランドスラムとホークアイ、この2つです。まあ、とにかくグランドスラムで攻撃していくっていう感じですね。で、ユニフィーはこんな装備。クイーンスの火球、そして死傷石のペンダント、色あせた賭博士のコイン、で、精鋭の軍旗ですね。で、作戦はこんな感じにしております。基本的にはグラシアルレインを1発目に打って、2発目で、飛行系の敵にも重装系の敵にも合うようにソニックシャフト、ミスティックアロー、これをつけてます。んで、パッシブの方にはワイドチャンスとリミットフォースですね。そしてイーグルアイ、こんな感じでやってます。で、行動速度が結構重要だと思います。ユニフィーの行動速度は30ですね。30になるように、あえてそんなに強くない弓を装備してます。で、モラードは行動速度が31。モラードの方が1早いんですよ。なので、ワイドチャンスを、しっかりと入れることができる。こんな感じですね。まあ、とりあえず戦ってみましょう。それでは戦っていきます。オンライン対戦やりたかったんですけども、まだ 1.3 がスイッチの方に来てなくって、対戦回数制限があるんですよ。で、それがちょっと今日オーバーしてしまいましたので、取ることができません。一応オフラインの、普通の装備をしているやつらと戦っていきます。まあ、行動速度が60以上ありますので、それなりに早く行動することができるんだよね。で、攻撃は5回まで、完全に無効化します。まあ、無効化するんだけども、このね、連続攻撃みたいなのに弱いんですよね。一気に5回攻撃とか、チク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 ってやられると、それだけでやられてしまいますので、それにはちょっと弱いんだよなぁ。うん。でも多分なんかいけるような気はします。勝ちですね。最初にモラードで、グランドスラムで、ある程度の敵を倒して、で、空中にいるやつは、まあまあ、おお、クイックディスペル効かないの？そうなんだ、クイックディスペル、あ、そう、あれ、不セーブ？そうなんだ、それはいいね。これ、意外と強いかもしんないね。しゃあ、あんまり効かんねやっぱり。さすがだな。はいはい。でも無敵で5回攻撃をね防ぐことができるので、まあまあノーダメである程度まではいける。うん。で、敵を1体でも倒しとけばこっちの勝利なので、これどう強い気がするんですけど。あれだよね、最初に使ってくるトリニティレイン連発、あれにはちょっと弱そう。いや、そうでもないか。5発防ぐんで最後の1発しか受けないから、その後グランドスラムで反撃して、いや、それでも意外といけるかもしんないね。いやーどうだろう、やってみないと分かんないですけど、なんかいける気はするんだよな。まあ敵次第ではあるか。これあれだよね、ドラグーンダイブ、あれには絶対強いよね。あれを開幕で打ってくるやつには。で、やっぱこの
ディスペル防ぐのめちゃくちゃいいよ。ディスペル防ぐのマジで強い。え、効かん効かん。まだまだ、おわ、切れた切れたけども、敵の攻撃は全て終わってる。でグランドスラム、おいいね。あそこで解除されてももう意味ないからね。で、あとはもうグラシアルレインで一周終了。おお、いいね。オンラインの対戦でもやっぱり速攻で強力な攻撃をしてくる人って多いよね。なので最初の強力な5発を全部防げるっていうことで、やっぱりそれなりに強いんじゃない。ああそうか、でもグランドスラムが単発なんで、あれだ、オミノスウォール全員が無敵になるやつ、あれには弱いか。ああでもまあグラシアルレインは打つからな、その後に。あでもチャージは必要になるんだね。どうだろう、いや実際普通に戦ってみないとちょっとわからないですけども、どうだろう、この2人のパーティーが正解かもちょっと今のところわかんないんですけども、オフラインのランク戦では全然余裕で勝てますね。全然勝てる。はい、ということで今日は新しい装備を使っていきました。オンライン対戦で使っていけるかはちょっとまだ分かりませんけども、この装備ですね、精鋭の軍旗リミットフォースですね、パーティー2人にはなってしまうんですけども、5ヒットまでお互い攻撃を無効化できるので、手数が少ない敵とは結構相性がいいと思います。完全に防ぐからね。で防いだところで、グランドスラムとグラシアルレインで数を減らす、で耐え切って勝利するっていう感じで、意外といい気がするんですけどね、どうなんでしょう。はい、まあ、とりあえずオフラインのランク戦では全然余裕で勝っていくことができました。まあワハライオンとスノーレンジャーのこのペアが正解かっていうのはちょっと分かりませんけども、もう少しね、これ、2人ペアのパーティーを探ってみようと思います。他にもなんか強いのはありそうですけどね。はい、ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。